はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車でもファイナルやっていきたいと思います。で、ダイヤを購入して東京から新宿までを行きたいと思います。東京から高尾がね、長いんだよねこれね。東京から高尾間だと1時間かかんないのかな。まあ各駅停車よりはいいけど、50分ぐらいかかるでしょうね。はい、じゃあ列車メロディーがありますね。この列車メロディーはね、聞いたことある。まあ、プレステ4もね、電車で5もね、オリジナルのあれ、オリジナルのあの発車メロディーでもいいかなと思うんですけどね。あの初代電車で5のね、原曲線の品川駅みたいな、あれオリジナルですよね。テンテクテン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 テルテルってね、あれは確かオリジナルだから、オリジナルでもよかったもんね。制限70。豊田駅があれか、焚き火だ焚き火だだっけね。あれサークラサークラっていうの、これ1秒速い。70キロ。ちょっとスピード落としすぎた。映像が多分これね、アップロードしたら、もやってると思うんだけど、もやもやしてると思うんですけど。で、停止したい。で、制限50。2秒早い。それでも2秒早くついた。ああ、いいですね。201系。お忘れ物ないようご注意ください。神田京浜東北線がお乗り換えですって言わないんだ。次はお茶の水。で、注意信号が出てんだね。どうせ青に変わるんだよ。雨は雪に変わるって山下達郎のクリスマスイブっていう曲でもあります。関係ないけどね。まあ、関係ないこと言ってもいいのか。ドア閉まります。閉まるドアにご注意ください。まあ、グッドゲームチャンネルさんなんかね。もう全然関係ないことやってるから、ね、関係ないというか関係ないこと喋ってる、ね。しょうもないこと喋って、しょうもないこと喋ってるっていうかね。しょうもないこと喋ってるって言ったら怒られますけどね。あれぐらいわけわかんない方が人気出るんですかね。あれぐらいわけわかんない、結構言いたいこと言ってる。お茶の水、お茶の水は本屋さんが多いんでね。あ、制限解除。何なんだっけ、何系だっけな、忘れちゃって。なんかよく見る、ファイナルではよく出てくる電車だ。これがね、グッドゲームチャンネルさんだとスッて出てくるんだよね。あれは何系です、何系ですって。え、あーそっか、低速ポイントに騙されてた。早速だ。あら、もったいないことしたな。制限60。でも航空機の危機はまあまあちょっと実感を持ってるような気がするんだけど。15秒。
ここで制限60か。まあここで制限速度超えたらもうゲームオーバーですけどね。ちょっと落としすぎたか。お茶の水。3秒遅れ。停車。停車。失敗したな。お茶の水に。ね、油断してるとこうなんだよ。綺麗ですね。綺麗に映ってますね。201系。高尾行の電車。松島奈々子のような綺麗なモデルでした。モデルです。グラフィックがいいんだよね。次は水道橋。ジャイアンツファンなら水道橋駅が好きなはず。まあ好きなはずっていうか東京ドームの、ね、最寄り駅なんでね。あ、でも水道橋通過しちゃうんだ。はい、出発進行。お茶の水今は制限60ですね。で低速帯第2停止進行。低速帯60で制限60きついね。これはきついよ。こういうのがゲームオーバーにさせるっていうか減点させる気満々だよ。停車位置よりね、
到着時刻は真っ暗だね。千と千尋でいうと顔なしみたいな感じですね。よし、あれ、あ、 B ボタン押してた。あ、 B ボタンって、あれ D ボタンか。 D ボタンっていうね、お笑いコンビの人いたんですよ。あのめちゃイケのね、一般人からオーディションに受かったさんなかさんっていう人がいてね、 D ボタンってね、コンビ名つけてましたけど。はい、出発。で、出発進行。四ツ谷、停発。停発。で、隠し警笛がありますね。これでも一回各駅停車でやったからよくやったよね。結構なもんだけど、山手線一周も辛いけど、このダイヤの一周もなかなかのもんね。何キロくらい出せばいい？90キロ。特急線。あれ、これ間に合うか？かな、これ。ああ、ちょっと1キロ遅かったか。ちょっと早いな。総武線、これは209系でいいのか。これでちょっとわざと遅らせてからの遅さが OK だった。え、 100？ あ、これ無理だ。ああ、低速帯無理だ。これどうすりゃいいんだろう。あらら、失敗。大失敗。全然ダメ。第1条内、進行。これはきついね。フル加速で行かないと。どうすればいいんだろう。進行。あ、2秒待って発車しなきゃいけなかったんだ。定着してたもんね。天長屋、ルーカー、セトゥー。ちょっと厳しいな。スピード上がんないもんね。こっち難しい。オッケー、余裕技術か。ちょっと落としましょうか。場内進行してからの加速。あれ、これ3秒遅れちゃダメ。1万ポイント。ご乗車ありがとうございました。新宿に到着です。さっきのな、1回目の低速帯クリアしてれば、ちゃんとやってれば2万5000点は超えてた。で、乗務完了になります。
はい、という感じでこの辺で終わりにしたいと思います。ノーミスボーナスは取れませんでしたけどね。はい、ありがとうございました。